会計士税理士の白岩です。静岡市で会計事務所の代表をしております。今回はですね、サプリメントを買ったという話をしたいと思いますが、買ったサプリはこちらです。ネイチャーメイドマルチビタミンミネラルというものを買いました。近所のドラッグストアで1600円か700円ぐらいでしたね。サプリメントを買ったのは、私はもともとサプリは飲まないんですが、この2ヶ月ぐらい、ダイエット、糖質制限ダイエットをしていて、主に野菜中心、野菜と、動物性タンパク質なので肉、魚を中心とした食生活に変えています。逆に言うと炭水化物、お米とかパスタ、ラーメンなどを取らなくなった、あと甘いものを取らなくなったという生活にしています。で、体重は痩せたんですけども、体の不調も特にないんですが、この2週間ぐらいですかね、口内炎ができて治ったり、今ヘルペスだと思うんですけど、ヘルペスができて今痛いので、疲れが溜まってるのかなと、その前に栄養バランスが悪いのかなと思って、じゃあちょっとサプリを取ってみるかと思ってサプリを買ってみました。はい、で、50日分なので、50日、1ヶ月ちょっと、年内ぐらいですかね、今が2015年11月24日なので、年内かお正月ぐらいまでこのサプリを飲んで体調を整えたいと思います。糖質制限ダイエットも効果的面でですね、痩せるは痩せたんですけども、栄養バランスがどうなんだというようなことがちょっと疑問です。私自身はそこまで疑問じゃないんですが、周りの人でですね、家族やお知り合いの方が、気をつけろ気をつけろとおっしゃっていただけるので、やっぱ気をつけなきゃいけないのかなと思います。私も41でいい年になりましたので、もう20歳とは違うと思って、きっと体調ケアをしなきゃいけないかなと思います。